1389年から1392年までのリトアニアの内戦は、ポーランド王権リトアニア大公ヨガイラとその重帝、ビータータスの間の二度目の権力闘争である。争点は当時、ヨーロッパ最大規模の国家であったリトアニア、大公国の支配権である。ヨガイラは1386年にポーランド王位に就くと、弟のスキルガイラにリトアニアの統治を任せた。 スキルガイラは不人気内政者で、ビータウタスは彼にとって変わろうとした。ビータウタスは、最初、首都ビリニュスをダッシュしようとして失敗すると、ドイツ騎士団との同盟を結ぼうとした。騎士団は、ヨガイラとビータウタスにとって、共通の敵だったが、二人とも1381年から1384年に、かけてのリトアニア内戦でもそれぞれ騎士団と手を組んで、いたのだった。ビータウタスと、 ドイツ騎士団は1390年にビリニュースを包囲しようとして失敗した。その後の2年間にわたる戦いの中で両者のどちらもが迅速には決定的勝利を得られないことが明白になってきたためヨガイラは妥協案を提示した。すなわちビータウタスがヨガイラを上位の君主と認めた上で対抗位につくというものである。この提案は1392年のストルフ。 協定で実現し、ビータウタスは再び騎士団と敵対した。彼はこれ以後38年にわたり、大公としてリトアニアを統治し、いとこたちとも平和的な関係を保った。ゲディミナス家は現在のリトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、トランスニストリア、及びロシアとポーランドの一部を領域とする広大な国家を建設した。ゲディミナスが1341年に しかし1377年にアルギルダスが死ぬと、その息子ヨガイラはケース・トティス・ビータ・ウタス親子と権力争いを始めた。1381年から1384年にかけての最初の内戦の間、ビータ・ウタスとヨガイラは両方とも短期間ドイツ騎士団と同盟関係にあった。ビータ・ウタスは対抗意を奪取することはかなわず、 1384年にヨガイラと和解した。ヨガイラは1386年2月にポーランド女王、ヤドウイガと結婚し、新たに重要な同盟者を獲得した上、ポーランド王として退官した。ヤドウガはヨーロッパの数カ国を統治する有力な王公家系安住家の一員であり、リットアニアはヨガイラの結婚のために、ある程度の政治的情報をせねばならなかった。 結婚に先立ち、1385年8月にクレボの合同条約が結ばれた。この条約には、ヨガイラが異教を捨てて、リトアニアの臣民をキリスト教に改修させること、そして、ポーランドとリトアニアの同訓連合を成立させることが約束されていた。この合同は、ドイツ騎士団にとって、好ましからざるなり行きであった。 ポーランドとリトアニアの2国が共同でドイツ騎士団に対抗することになり、さらにリトアニアのキリスト教圏によってドイツ騎士団がリトアニアを侵略する上での大義名分が失われてしまったのである。このためドイツ騎士団はポーランド・リトアニア連合を何とかして破解させる機会を伺っていた。ドイツ騎士団はバルト海に面するリトアニア西部のジェマイティアの活譲を要求し、 また1386年のヨガイラのキリスト教への改修を否認した。一方、和解後のビータウタスはフロドナとポドラシェの公となった。ヨガイラはポーランド王位に就くと弟のスキルガイラをリトアニアの摂政に任命した。スキルガイラはビータウタスの元の世襲領であったトラカイを支配しており、またリトアニア貴族たちから嫌われていた。他方、 ビータウタスは貴族たちの間で辛抱を高めてゆき、ヨガイラはこの重邸を敵対しするようになった。ビータウタスは、クレボ合同のために、ポーランド人が、自国の政治に介入してくるのに憤き通る、リトアニア人たちから支持された。こうした、リトアニア人は、リトアニア国家の厳密な意味での法的独立と、自国の感触を、リトアニア人が占め続けることを望んでいた。 リトアニアの支配層はまた、ヨガイラがもたらした政治上の変化に腹を立てていた。カンタベリー物語の序章に登場するイングランド人騎士の差し絵。この架空の騎士は数多くの十字軍を戦った歴戦の勇士であり、リトアニア人に対する十字軍にも参加した経験を持つヨガイラは、ビリニースにクレメンス・モスカジェフスキ率いるポーランド人守備隊を送り込んで、 リトアニアの国情を安定させようとしたが、反発の声を高めただけであった。1389年5月、ヨガイラはルブリンにおいて、スキルガイラとビータウタスの揉め事を調停しようとした。ビータウタスは、スキルガイラに忠誠を誓い彼を支持するという公式の宣言文書に署名するよう圧力をかけられ、しかもこの文書では、彼のルーツィック公としての地位は公認されていなかった。 ビータウタスはルーチクにおける支配権を確実にすると今度はビリニュスに狙いを定めた。コンスタンツ公会議におけるドイツ騎士団の供述によればビータウタスは妹の結婚式に際して肉、家畜用の干し草、その他の物品を積んだ荷車をビリニュスの人々に送りビリニュス市民の心をつかもうとした。この計画はドイツ人のスパイによって見破られ 陰謀の実行者たちは処刑された。これに連座して、ビータウタスの最も心強い二人の同盟者、弟のタウトビラスと長身のイヴァン・ハリシャンスキは、それぞれの所領であるナバフルダクとハリシャヌの意を失った。窮地に陥ったビータウタスは、ドイツ騎士団と同盟を結ぼうとし、捕虜にしていたキシマルクバルトフォン・ズルツバッハを交渉のために送った。1390年1月19日、 ビータウタスは陸においてヨガイラとの最初の構想中であった1384年にドイツ騎士団と以前結んだケーニヒスベルク条約の内容を再確認する陸条約に調印したこの条約においてビータウタスはドイツ騎士団の軍事的援助を受ける代わりネベジス側までのジェマイティアを活用することを約束していたかつて裏切られた経験から騎士団は ビータウタスの中世の保証として、人質を差し出すことを要求した。人質として指名されたのは、弟のジーギマンタスとタウトビラス、妻のアンナ、娘のソフィア、妹のリムガイラ、長身のイヴァン・ハリシャンスキ、そしてその他の貴族たちである。ヨガイラは、後世になると、ブワディスワフ2世ヤギエウォッと呼ばれた1390年5月、ジェマイティアの31人の貴族代表団が、 ケーニヒスベルクに到着し、新たなケーニヒスベルク条約に調印して、ビータウタスに忠誠を誓った。ビータウタスと、ドイツ騎士団の連合軍には、ドイツ、フランス、イングランドなどのヨーロッパ諸国からやってきた大勢の、志願兵、傭兵が加わっていた。最も有名なところでは、後にヘンリー四世となる、ダービー博、ヘンリーやフランス元帥ジャンルマングルなどが加わっていた。 イングランド人の十字軍騎士たちは、プロイセントリトアニアにおける軍事行動に関する詳細な記録を残しており、彼らの手柄は、おそらくイングランドの騎士やヘンリー4世を賛美する目的で、ジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語において言及されている。この間、ヨガイラは、ある程度の軍事的成功を収めていた。彼の軍勢は、ポドラシェにあるいくつかの城を占拠すると、それらの城に、 ポーランド人守備隊を配備して、ポドラシェを離れ、1390年4月には6週間の包囲の末に、フロドナを陥落させた。新たに成立した連合軍はリトアニアで、数多くの小規模な遠征を行った。連合軍にとって、最も大規模な遠征は万華に行われた。この遠征中、騎士団はリトアニア最初の首都だったと考えられている、ケルナベの木造の城を焼き払い、 この城は二度と修復されなかった。連合軍がゲオルゲンブルクを包囲している最中に、ドイツ騎士団総長、コンラート・ツェルナー・フォン・ローテンシュタインが死んだ。連合軍はこれほどの規模の大軍が結集する機会は滅多にないと考え、ゲオルゲンブルク包囲を中止して、ビリニュスへと進軍することを決めた。1390年9月11日、連合軍は5週間にわたるビリニュスの包囲に、 取りかかった。ビリニュス城軍には、ポーランド人、リトアニア人、ルーシ人の混成軍を率いたスキルガイラが陣取っていた。騎士団は、ビリニュスの城下町の大部分を怪人に返し、曲がった城を破壊することに成功した。ビータウタスの弟タウトビラスとヨガイラの弟、カリガイラは包囲戦の最中に死んだ。包囲を続ける連合軍は、様々な混乱に見舞われた。 連合軍は火薬の補給量の減少や天候の悪化に悩まされ、西ヨーロッパからの志願兵の一部が戦線を離脱し、騎士団は新しい総長を選ぶ必要に迫られていた。連合軍はプロイセンに帰ることを決めた。包囲戦は構想の終焉にはつながらなかったものの、リトアニア人の間でヨガイラに対する不満がだんだんと大きくなっていることを証明した。 ビータウタス1391年1月21日、ビータウタスの一人娘ソフィアがモスクワ大公バシーリー一世と結婚した。この縁組はビータウタスのスラブ地域における影響力を高め、またビータウタスがポーランドと戦う上でモスクワ国家という同盟者を得たことを意味していた。同時にヨガイラの弟レングベニスはモスクワによって ノブゴロド共和国の勤務校の地位を追われた。ドイツ騎士団は新総長、コンラートフォン・バレンドーでの就任をわざと引き伸ばし、戦争の再開を回避した。騎士団の総会がバレンドーでの選出を遅らせたのだった。1391年5月、新総長バレンドーでは、ハンガリー宮中博を務めるオポーリコーブ・ワディスワフ・オポルチクから6632グルデンを借り、その代わりに、 トルン近郊のツートリア上帝島として、オポル地区に差し出した。ヨガイラはこれに起こり、ドブジン地方に侵攻したが、撃退された。バレンドーでは、フランス、イングランド、スコットランドから、新たな志願兵を呼び寄せた。騎士団の招集にこうした者の,の中には、スコットランド王ロバート二世の娘婿の、ニスデール領主、ウィリアム・ダグラスもいた。年の秋、 ドイツ騎士団は再びビリニュスへの遠征軍を組織した。遠征軍はカウナスで公正な祝宴を開いたが、その宴会はアダム・ミツキエビチが1828年に発表したジョジシ・コンラート・バレンドートの中で描かれたことで有名である。遠征軍はビリニュス近郊のウクメルゲとマイシャガラの街を破壊したが、二度目のビリニュス包囲を行うには市長が不足していた。 1391年11月、ビータータスはヨガイラとスキルガイラの最短の連絡路を立つべくメルキネやフロドナの周辺を攻撃した。一方、ドイツ騎士団はプロイセンの土地を買い取り続けていた。1392年5月にはバレンドーではハンガリー王ジギスムントからノイマルクを購入するための交渉を始めた。もっとも、 複数人の公爵が、ノイマルクの所有権を主張していたために、交渉は決裂した。ノイマルクは1402年になってようやく、モラビア返境博、ブランデンブルク返境博、ヨープストフォンメーレンが購入した。1392年7月、騎士団は、ブワディスワフ・オポルチクから5万グルデンで、ドブジン地方を買い取ることに合意した。 ドブ人地方の領有権は1377年以来、ピスト家の公爵たちの間で争われていた。シレジアのポーレ公国の支配者であるオポルチクは、正常の不安定な北方の領地にはほとんど関心がなかったのである。1392年には、オポルチクは、ドイツ騎士団、神聖ローマ帝国、シレジア諸公国、ハンガリーの4勢力によるポーランド分割を呼びかけたが、 計画に乗るものはなかった。騎士団の土地買い上げにより、ポーランドの北部国境は、その安定を脅かされることになった。ヨガイラもビータウタスも相手に対する、決定的な優位を得ることができず、内戦の影響により、リトアニア大公国は荒廃していった。ポーランドの貴族たちは戦争の継続には不満であった。ヨガイラが、 リトアニア国内の問題に暴殺されており、クレボ合同条約で期待された利益が現実のものにならないためだった。合同でポーランド人が期待したのは、北方での新たな戦争ではなく、ガリツィア、モルダビア、ワラキアにおいて、ポーランドの支配権を確立することだったのである。ヨガイラは、宮廷の統率、南東部での戦闘、病気がちな妻の世話に心を砕いていた。 ヨガイラはスキルガイラに変えて別の弟ビーガンタスをリトアニアの殺傷にしようとしたがビーガンタスははっきりしない状況下で死んだビータウタスまたはスキルガイラによる毒殺と伝えられているクレメンス・モスカジェフスキは更迭され代わりにクラックフからヤンオレシニツキが派遣されて新たなビリニュスト特に就任したヨガイラは ビータウタスとの妥協へと動くことを決めた。詳細は、オストルフ協定を参照1392年の春、ヨガイラは、プーツク市教をヘンリック・マゾビーツキオ施設として送り、ビータウタスに妥協案を提示した。妥協案は、ヨガイラを上位の君主と認めることを条件に、ビータウタスをリトアニア対抗位につけるというものだった。ビータウタスは、同年の夏までに、 騎士団から自分の引き渡した人質の大半を取り戻すと、ヨガイラの申し出を受諾した。この協定は、ヨガイラとの間で秘密裏に成立したものであり、ビータウタスが彼の本拠であるネマン川の中州に立つ、リッタースベルダー城で開いた宿宴に招かれたとき、騎士団は全く疑念を抱かなかった。品格のほとんどが逮捕、投獄され、ビータウタスの軍勢は、警備の手薄になったリッタースベルダー。 メーテンブルク、フロドナ近郊のノイガルテンといった木造の城を破壊していった。1392年8月4日に締結されたオストルフ協定により内戦には終止符が打たれた。ビータウタスは念願通りリトアニア対抗位についた上セシュリオトラ海公国を取り戻し、スキルガイラは保証としてキエフ公国を与えられ、1397年にキエフで死んだ。 ビータウタスは厳密に言えばヨガイラの風神に過ぎなかったが、大公国では極めて大きな君主権を有していた。ビータウタスの独立君主としての地位は1401年のビリニュースラドム合同によって法的に保障された。ビータウタスは1430年に死ぬまでリトアニアを統治したが、その間ヨガイラとは平和的に君主権を共有しており、二人の関係は それぞれの父親であるアルギルダスとケイストゥティスの共同統治と重なる部分も見られる。ビータウタスに再び裏切られたドイツ騎士団はリトアニアとの戦争を再開した。騎士団はビータウタスが過去に2度も活動を約束したジェマイティアのダッシュを狙った。1398年、ビータウタスはサリナス条約に調印し騎士団にジェマイティアを割上した。この時ビータウタスは ジョチウルスに対する大規模な遠征を準備しており、対抗国の西部地域を安定させておく必要があったのだった。ビータウタスは1399年のボルスクラガーの戦いでモンゴル人に大敗を喫した。ヨガイラとビータウタスは1410年のジャルギリスの戦いで共に戦い、ドイツ騎士団に対して最終的な勝利を手にした。ありがとうございます。